アブランシュは、フランスのルマンディ地域圏のマンシュ圏にある都市、マンシュ圏の南岸に位置する、モンサン・ミシェルを見下ろす丘の上にある町である。アブランシュとは、ケルト人の一部族、アブリンカトゥイ族に由来する。ラテン語のエイバーは、河口を意味し、カッテユとは戦士を意味する。すなわち、河口に住む戦士となる。5世紀終わりに、 死郷座が設置されたが、9世紀以降激化したバイキング襲来によって死郷座は近郊のドルイコールドブルターニュへ移された。中世のアブランシュはイングランドのプランタジネット町とフランスカペイ町の係争地であった。ユグノー戦争さなかの1562年、ユグノー軍による攻撃でアブランシュは荒廃した。1639年、 塩の製造に関わる庶民たちが時の最初、リシュリュー政権に反抗し、バイコールニューピエの反乱が起きた。リシュリューは王軍を差し向けて、アブランシュを制圧、住民を虐殺し、反乱の首謀者らを処刑した。アブランシュは、カーンデンヌ間の交通路に位置する。ありがとうございます。